巨人元監督堀内恒雄さんのチーム改革案マジでやばい。週刊ベースボールのドラフト特集号の堀内恒雄のジャイアンツについて書いたコラム、岡本は巨人の4番なんだからサードで行くべきだろ、坂本のコンバート先は1塁だろ、嫌なら坂本は今年で引退しろ、大城は1塁にコンバートして正捕手を小林に明け渡せ、嫌なら小林で松井裕樹でも取って小林を解放してあげろ、立浪よりやばいやんこいつ、それでなくても1塁渋滞しとるやろ、どこから突っ込み入れればいいのかわからん、岡本のサード固定はありやと思うけどな。一塁を坂本と大城で被ってませんかね。こんな思想の持ち主を監督にした巨人。小林を過大評価してる人たちって今まで何を見てきたの？小林で松井裕樹ってどういうことだよ。松井裕樹獲得して人的保障ってことか。岸田山瀬ならまだわかるが、来年35歳の小林かよ。住谷クビにした球団が小林欲しがると思ってるとかやばすぎやろ。そりゃ巨人史上最低の監督やわ。小林中心主義は全員の頭をおかしくするから、さっさと契約切れ。小林じゃ松井裕樹どころか松井友高も取れんわ。空ユニフォームもビリビリに破かれるわ。ご視聴ありがとうございました。